ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ちょっと聞いて。霊夢、そんなに急いでどうしたんだ？私たちのクラス町内会の会長を務めるおじさんがいるじゃない？優しい感じで頭もピカピカでいかにも善人って感じの人だけど、昔はキリッとしたイケメンで読者モデルをしていたんですって。時の流れって恐ろしいわね。言い方はともかく、あのおじさんにそんな過去があったなんて驚きだな。だけど、もともとイケメンが売りの芸能人はともかく、お笑い芸人の中には、現在とは似ても似つかない容姿だった人も多いんだぜ。というわけで今回は、昔はイケメンだった芸人についてじっくり解説する。それでは、ゆっくりしていってね。まず一人目は芋洗坂係長だ。あ、私、この人大好き。なんか、すっごくいい人ってオーラが全身から放たれているわよね。前世紀ほどテレビでは見なくなったけど、他にも何か活動をしているのかしら？芋洗坂係長は本名を高良正政さんと言って、芋洗坂係長は別名義なんだよ。で、彼は非常に多彩な人で、ダンサーや振付師、俳優、脚本家、絵本作家としても活動しているぞ。すごい。ネタを披露する時のダンスがかなり上手だと思っていたけど、ダンスのプロだったのね。しかも若い頃は、中森明菜さんや田原俊彦さんのバックダンサーを務めていたこともあるという。お笑い芸人になったのは1988年のことで、六本木のショーパブで後の相方となる田口博正さんと出会い、お笑いコンビテンションを結成しているぞ。へぇ、芸能活動はお笑いよりもダンスの方が先だったのね。芋洗坂係長はダンサー時代からぽっちゃりさんだったのかしら？よくぞ聞いてくれた。それでは、19歳だった頃の芋洗坂係長の姿を見てくれ。は？え？は？こ、これは誰なの？だから、芋洗坂係長だってば。他にも、ダンサー時代の写真があるぜ。目がパッチリしていて、本当に芸能人オーラがすごいわね。それであの、誠に言いにくいのですが、どうして現在のお姿になってしまったのでしょうか。霊夢、時の流れというのは恐ろしいものであり、そして時間というものは、生きとし生けるすべての生き物に平等に流れるものなんだぜ。皆まで言うなってことね。誰だっていつまでも若々しくいたいし、美形であればなおさらそれを保ちたいと思うだろう。だが、芋洗坂係長は自らテレビ番組で若い頃の自分の写真を公開しているし、むしろ、お笑い芸人としてこのギャップはかなり美味しいネタとなるだろう。現に、芋洗坂係長は今でもそのキャラクターが愛されているし、名前を検索すると若い頃とかイケメンというワードが出てくる。そこから、彼という一人の人間に多くの人が注目することで仕事にもつながっているだろうし、本当にすごい人だよな。多彩だから活躍の場も幅広いものね。もしもだけど、いつかダイエット企画とかで痩せることがあるとすれば、どこまで若い頃に近づけるか検証してみてほしいわ。確かにそれは、ちょっと見てみたいな。二人目は浜谷年さんだ。彼はお笑いコンビ 8.6 秒バズーカーのメンバーで、ラッスンゴレライのネタで一躍ブレイクしたものの、その後は人気が長続きせず、女性スキャンダルも起こして離婚しているぞ。爽やかそうな雰囲気とは違って割と下水ことをしているのね。お笑い芸人として人気が出て、調子に乗ってしまったんだろうな。そもそも、浜谷年さんは当時21歳のファンに手を出して授かり婚をしていたんだ。そして、育児に追われる妻を放置して二人の女性と浮気し、その姿をスクープされてしまったというわけだ。お笑いの人は特に女性遊びも芸の肥やしなんて言われているみたいだけど、妻や子供を傷つけて芸が磨かれるなんて絶対にないと思うわ。そうだよな。芸人としてブレイクした頃、浜谷年さんは少しふくよかな体型だったのだが、サングラスを外すとパッチリ二重だったことで、痩せたらイケメンになるのではないかと言われていた。そんな浜谷年さんのイケメン写真がこれだ。これが浜谷年さん。こんな人が中学や高校の運動部にいたらモテること間違いなしじゃない。まさにそういう雰囲気のイケメンだよな。この写真は学生時代のものなのだが、信じられないことに、他校生の間でファンクラブも結成されていたそうだ。ファンクラブまで、もしかしたら何人かは、浜谷年さんと真剣にお付き合いしたかった人もいたのかもしれないわね。だな。でも、そんな浜谷年さんのモテ期は長続きしなかった。その後、浜谷年さんは順調に体重を増やして80キロにまで成長してしまい、それと同時にスーッとモテ期も去っていったという。
いや世間の目は北極の氷のごとく冷たいな。つまり、浜や年さんの中身ではなく外見にしか興味がなかったのかもしれないな。それでも芸人として売れるや、再び女性からモテるようになった浜や年さんだが、先ほども述べたごとく浮気をしている。しかし、彼はその事実を決して認めず、女性と一緒に飲んでて、終電がないって言うから知り合いが働いているホテルに入っただけなんです。ずっと1階にある待合スペースでお茶してました。浮気は絶対にしていないので、嫁には謝っていませんと言っていたぞ。誰が信じるんじゃーい。男女がホテルに行って何もしていないというのは、仮にそうだったとしても立証するのは難しい。だが、否定を続ける浜や年さんにとどめを刺すがごとく、最後は浮気相手とされる女性との SNS のやり取りが流出してしまったんだ。これがトリガーとなったのかは不明だが、浜や年さんは奥さんと離婚しているぞ。そりゃ、自分が一生懸命子育てをしている最中に浮気なんてされたらハッタをしたくなるわよ。っていうか、奥さんは浮気に気づかなかったの？当時、奥さんと子供は鳥取県にいて、浜や年さんは仕事のため東京にいたんだよ。月に一度、奥さんが東京に通ってくれるという生活だったらしいので、うまく証拠を消していたら、バレる確率は低くなるだろうな。失礼だけど、細くてイケメン度が増していた浜や年さんだったら、もっと浮気相手は多かったかもね。それは私も思うぞ。やはり、見た目に引き寄せられる人は男女共にいるので、本人がもっとルックスに気を使っていたらますます女性をたらし込めていたかもしれない。現在、芸人として全く爪痕を残せていない彼に、あとは何が残っているのかという話だけどな。三人目は一時ひろきさんだ。いやなぜ白目を向いているの？それが一時さんたち、お笑いコンビピスタチオのネタだからだよ。ピスタチオは2022年5月に惜しまれつつも解散しているのだが、シュールな笑いを取るのが上手で熱狂的なファンも多かったんだぜ。本当に失礼なんだけどさ、一時さんの髪型って耳がこんもりしている食パンに似てない？確かに似ているかもな。芸能人にも言えることだが、特に芸人は他の人よりも目立っていないといけない。普通は人の顔をいじることは絶対にダメだが、芸人の場合はそれが武器になることが多いので、顔が目立たない人は他で勝負する必要がある。そう考えると、一時さんの当時の髪型はかなり目立っていると言えるだろう。この髪型はキープするのも大変そうだわ。そんな面白い一時さんなのだが、実は過去にホストだった経歴があるんだぜ。そうなんだ。なんだか、ホストのような派手さは全く感じなかったけど。まあ、別の意味で派手ではあるんだけどな。では、ホスト時代の一時さんを見てくれ。な。霊夢、動揺しすぎて言葉になっていないぞ。一時さんのホスト時代の話をすると、一時期、歌舞伎町のホストクラブでアルバイトをしていたという。なんと、週に1回の勤務だったにもかかわらず、お店のナンバーワンに上り詰めたことがあるんだぜ。その勤務日数の少なさでナンバーワンになれたってことは、よっぽど一時さんのことを熱烈に応援してくれるお客さんが多かったってことね。ああ、あと、甘いルックスではなく、ホスト時代の一時さんのようにクール系というか、こういうかっこいい顔が好きな人もいただろう。さらに、ホストはお客さんを楽しませるトーク力も必要となってくるので、一時さんはいろいろな面でポテンシャルが高かったんだろうな。もしかしたら、ホスト時代に一時さんを応援していたお客さんが、お笑い芸人になってからも応援してくれていたかもしれないわよね。また、ピスタチオのシュールな芸風とは違い、実は一時さんはオラオラ系な一面を持ち合わせている人でもある。ホスト時代は月収が400万円以上あった時もあり、後輩ホストにバンバンおごっていたという、その時の成功体験が悪い方向に向いてしまったのか、芸人になった時、先輩芸人に執拗に絡んで嫌われたこともあるんだぜ。え、全然そんな風に見えなかったわ。その先輩芸人って誰なの？三四郎の小宮博信さんだ。よりによってあの癖の強い小宮さんを、全くもって意外だよな。そのため三四郎のラジオ番組にピスタチオがゲスト出演した時、小宮さんから、一時はただのドキュンという烙印を押されてしまったぞ。でもラジオ番組にゲストで呼んでもらえているんだから、心の底から嫌われているというわけではないんでしょ。和解したか、小宮さんが大人の対応をとっているのかもな。だが、相手に執拗に絡むという行為は基本的にかなり深い溝ができることが多いので、そういうことはやらないに越したことはないんだぜ。みんな、仲良くなりたい人には優しく接しましょうね。4人目はタカさんだ。あ、欧米か。って突っ込むタカさんね。それは相方のトシさんだ。
タカさんとトシさんは中学時代の同級生であり、中学2年生だった1990年にコンビを結成した。昔はタカ&トシというコンビ名だったが、2001年に&&とカタカナに改名しているぞ。発音的には変わっていないけれど、コンビ名を変えていたことは知らなかったわ。タカ&トシは漫才のネタの完成度が非常に高いコンビとして知られており、2005年に大ブレイクを果たしてからは数々の冠番組を担当し、持ちネタの欧米化の言い方を真似する人も増えた。また、二人は人柄も好かれており、好感度の高い芸人でもあるんだぜ。好感度の高さは重要よね。過去にイケメンだったとしても、さっきの一時さんみたいにオラオラ系じゃなくて、爽やか好青年って感じなんじゃないの？それはどうかな。では、イケメンだったと言われている昔のタカさんの姿を見てくれ。ん？こちらはどなたでしょうか？どこからどう見ても、タカ&トシのタカさんだぞ。ほ。めちゃめちゃオラオラ系に見えるのですが、髪の色が黒と金のツートンカラーなのがこれまた派手だよな。タカさんはブレイクした頃、すでに黒髪だったのであまり派手な印象を受けないかもしれないが、昔はオシャレだったのか、目立ちたかったのかかなり個性的な風貌だったんだぜ。ちなみに、髪の色が青系だったこともあるぞ。ほ、本当だわ。でも、タカさんのオラオラ系のような風貌はあまり受けが良くなくて、髪を黒に染め直して髭を剃り、少し体型がふっくらした頃から好感度が上がったそうだ。確かに、ちょっと怖い人なのかなって誤解されちゃいそうな感じだったものね。ネタはあんなに面白いんだけどな。このように、タカ&トシはタカさんの方向転換も理由の一つとなってブレイクし、現在に至るまで高い人気を維持している。もしもタカさんが昔のルックスに強くこだわっていたら、今のようにタカ&トシをテレビで見る機会は少なかったかもしれないと考えると、不思議な感じがするよな。5人目は斉藤司さんだ。斉藤さんだぞ。そう、その斉藤さんだ。斉藤さんは相方のたかしさんと共にトレンディエンジェルというコンビを組んでおり、お互いにおでこがかなり広いことで知られている。マリサ、言い方をかなりマイルドにしたわね。まあ、間違ってないんだけどさ。そこはあまり深く突っ込むな。斉藤さんはとても歌が上手で甘い声をしているのだが、どうしても見た目のインパクトも強く、ブレイクした理由にもなった。で、そんな斉藤さんの21歳の時のお写真がこちらだ。ふやー。あ、ごめん、つい変な声が出てしまったわ。おそらくだが、髪の毛がふさふさだった頃から斉藤さんを見慣れている人はともかく、現在のつるぴかな状況しか知らないと、驚きはかなり大きいよな。でも、写真を見る限り現在の面影も残っているし、特に優しい目はそのままだよな。うんうん。こう言っちゃ失礼なんだけど、普通にカツラをかぶって写真を撮ったように見えちゃった。ははは、そこは私としても、乾いた笑いしか出ないよ。あ、2020年には、新しい髪型にもチャレンジしているので、こちらも見てくれ。おう、前髪、どうしちゃったの？切ったんだろうな。この髪型のモデルは、韓国のパクソジュンさんという人気俳優がドラマでしていたものなんだぜ。いや全然違くない。霊夢、そこに突っ込むなとさっきも言っただろう。斉藤さんは新たな髪型をテレビや SNS で披露したのだが、ファンからは夢に出てきそうというコメントをもらっていた。もしも21歳の時の斉藤さんが同じ髪型をしていたら、果たしてどんなコメントが来ていたのか気になってしまうな。時間の流れって残酷ね。霊夢、今回の話はどうだった？どの人も昔と今が違いすぎて驚きっぱなしだったわ。特に芋洗坂係長は面影があまりないように感じるから、一番びっくりしちゃったかも。本当にいろんな意味で人間はここまで変われるんだとわかったよな。マリサ、私たちはどんなに時間が経って姿が変わっても、ずっと仲良しでいましょうね。そうだな。どんなに変わっても、霊夢は霊夢だし私は私だし、芸人さんは芸人さんだ。皆さんも自分らしさを大切にして頑張って生きていこう。というわけで、今回の解説はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。